おはどん、マイロンです。みんな久しぶり。私が最後に YouTube 投稿したのいつだか知ってる？そう、2ヶ月前。あっという間に季節は巡り、気づけば春になってしまいましたね。イエーイ。ということで今回お知らせがあります。あ、終わった。最悪、ね、最悪。潰れちゃったんだけど、これ。どういうこと？これ。説明しよう。静岡県浜松市にある寿司番丸、店長の企画で2ヶ月間休業になるところを学生食堂という学生がお店のスペースを自由に使ってもいいよという懐の大きい企画に参加したのが、そう、マイドンです。私が考えた企画は2つ。1つ目は実際に海外の人と交流してみよう、 Chat with us。 Zoom を使ってマレーシアやアメリカの人とお話ができる。現地のことを聞いたり、日本の良さを教えたり、いろんなことをしよう。コロナで外国の方と触れ合える機会は減ったけど、Zoomを使えば一発動。留学に興味があって現地に行く前に英語を話してみたい人や、単純に英語が好きな人、理由は何でも OK。 コロナ禍を使って新しいことをしてみよう。ちなみに私以外にも英語できるよ先生がいるので安心です。2つ目は留学経験者に聞くマイ留学ストーリー。私含めてカナダ、アメリカ、マレーシアに留学経験のある人を呼んで体験談を聞いたり質問したりする企画。他の人たちのお話を聞くのも面白そうだなと思っていますので、留学に行ってみたい人、昔行っていた人、どんどんご参加ください。ということで、4月と5月の土曜日に予定しております。第1回目は4月24日のマイ留学ストーリーからです。興味のある方はこのインスタの DM か Gmail にメールお願いします。たくさん企画頑張ったのでご応募お待ちしております。よろしくお願いします。